はい、ということで、新企画です。お、新企画、うん、何でしょうか。やっぱね、合格体験記って重要だと思うんですよ。あ、知りたい。受かった人がどうやって勉強してるのかとか。でも、竹谷塾的にはさ、なんか一般的な合格体験記ってなんかこう日記みたいな感じじゃん。あ、はい、だけど、はい、やっぱ竹谷塾だったらカリキュラムで表せるじゃないですか。だから、何月に何やってたかなとか、こう明らかにできるんじゃないかなって思って。これめちゃくちゃ知りたいですね。ということで、新企画。実力合格者カレンダーということでですね、竹田塾チャンネルということで、新企画実力合格者カレンダーということでですね、実際の竹田塾の塾生で受かった生徒がまあ、各科目何月に何やってたのかっていう参考書と、あとその当時のまあ、ね、実はここに報告書があるんですけど、はい、まあ、どんなことを苦労してたかなとか、うんうん、をちょっと、ね、振り返りつつ、まあ、あのこういうふうにやってたで受かった子いるんだよっていうのをちょっと見てもらえればいいかなって思ってます。受験生が一番気になるのは実際受かった人どう勉強してたかなんですよね、はい、うん、そこを今日は紐解いてみんなにお伝えしていきたいなと思います。はい、で今回の生徒はですね、はいはい、どんな生徒さんですか。はい、入塾時期が6月9日現役で6月に入塾していると、はい、うん、で1ヶ月間まだ野球部の部活が残ってて、うん、でその4月のマーク模試の結果が英語200点中45点お、うん、国語200点中55点、うん、日本史100点中60点と、お、日本史は結構いいね、うんうん、はい、ただ英語は200点中45なんで、うん、まあ結構ピンチな状態から入塾という、まあ勘で書いて取れる点数だねそうですね、4分の1なんで、うんうん、はい、という感じです。でそこからこう6月入塾して勉強して、で受かった大学がなんと早稲田大学の教育学部、すげえ他にもめっちゃ伸びてる、うん、他にも法政大学の経営学部、中央大学の商学部、日本大学の商学部などに合格してます。なるほど、これはすごくないですか、うん、すごいですね、うん、こういう単あの6月から受験勉強スタートとしては少し遅めですが、早稲田大学にしっかり合格してる生徒の合格カレンダー、うん、はい、じゃあまず一発目ですよね。6月からですね。6月一番最初、うん、システム英単語ベーシックと、うん、中学2年生定期テスト対策ワークから始まってます中2生のルートのやつですね、はい、はい、まあ、多分そのセンター試験最初のマーク模試の結果とかから見て、うん、先生がちょっと中学レベル怪しいんじゃないって試しにやってみたんですよ ね、うんうんうん、でそしたら中2定期テスト対策ワークのレベルが怪しかった、やばかった、じゃあそこから始めていこうという、うん、本当に基礎から始めた生徒ですね、うん、なるほど。で当時の思い出が書いてあるんですけど、はい、この報告書に詰まってます、うん、象徴的なエピソードはやっぱここですか。ここっすね。ここですよね。これやばいっすね、うん、やっぱ竹田塾の勉強方法は英単語の覚え方に全て詰まってると、うん、でこの英単語の覚え方をお話しするときにみんなに最初単語テストを受けてもらうんですよね。だね、うんうん、でその単語テストの結果がこの M さんは100点中26点しか最初取れなかったんです、システム英単語ベーシックの範囲で、うん、で、先生が英単語の覚え方を一個一個説明していきます、うん、10個ずつ覚えるんだよ、こうやってまずつけていくんだよ、うん、それを教えた結果そのやり方でやってもらったらその日のうちに、98% まで上がりました。いやー劇的な上昇ですね、これは、はい、もう成功体験1日目からしちゃってますね、うんうんうん、これおそらくシステム英単語ベーシック1から100の範囲だと思うんですけど、うんうん、それでしっかり覚え方をマスターして、うん、どん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 単語を覚えていったと。これは本人にとって衝撃でしょうね。確かにこんなに覚えられるのかみたいな確かにね、うん、でまあ1ヶ月まるまる大体あれですかね、中学生の内容、うん、中学の復習っすね入ってて、7月はい、はい、7月に移りました、はい、うん、やったことはシステム英単語ベーシックと大岩の一番初めの英文法、うん、あとシステム英単語ベーシックからシスタンに昇格して、うん、プラスネクステージと速読英熟語をやってます。はい、というわけで、まあ、6月で中学内容終わって7月は大東亜レベルの大岩だけやってネクステージいったって感じですね、はい、そうですね、うん、で大岩の英文法で高校初級レベルの文法の内容を復習して、うん、大学受験レベルのネクステージに移ってると、はい、感じになってま す、 いいことですね。まあ、ここのエピソードとしては、はい、結構やっぱでも3週目あたりから4月、はい95%とか、おー、いい点取ってますね、100%ばっかりになってきて、うんうんうん、
はい、その翌週に不合格になってやっぱり安定しないね、まだね。なるほどね、うん、まあ、ちょっと部活終わって受験勉強、うん、いよいよ本格的にやっていった時期なのかなと思います、ね、だから結構やっぱね、勉強慣れてくるとなんかこう、なんだろう、乗ってる感と焦りの量が出てくると思うんですよ、うんうん、なんか早く先に進みたい、うん、けどちゃんと宿題やんなきゃいけないっていうので、はい、どっち優先するかの精神状態が結構感染で出てくる気がするんですよね、うんうんうん、復習やっぱちゃんとやらなきゃ、一作を完璧にしなきゃって時はペースがちょっとうまくいかない分完成度が高くて、逆にそのやべ焦ってやんなきゃ先やんなきゃ先やんなきゃってやっちゃうと、そのペースはいいんだけど完成度が微妙みたいな、うん、やりやすいですね。夏休みでしょうね、うん、そこで先生からのアドバイスが、うん、まあ、今週は1日10時間勉強したということで素晴らしいと思います、うん、来週は全部合格できるよう、夏勝負なんで頑張っていきましょうという、なるほど、残ってますね、うん、まあ、10時間ぐらいはこう部活引退した後しっかり勉強時間取ってたと、はい、ですね、はい、もうこの時点で即塾とかシスターもね結構いい感じで仕上がってきた、はい、まだ前半には終わってないけど、はい、8月ですね、8月、学科参考書、はい、システム英単語、速読英熟語、ネクストステージ、入門英文解釈の技術70、うん、英語長文レベル別問題集4を逆転合格 .com 受験生の皆さんが気になる参考書の使い方やカリキュラム全て公開中です。役立つこと間違いなし、ぜひ皆さん見に来てください。そして参考書の使い方、学習計画など相談がしたい方、全国の武田塾で受験相談随時受付中です。ぜひ申し込んでください。